乗りやすさ的には乗りやすさ的には最高って感じ。最高、うん、まあ例えばあの浮力のない板とかもうそういうのはもう絶対無理。やっぱもう最後のもう二漕ぎもうとにかくパドル力がないからなんとかそこを板で補いたいっていうところがあるよね。うん、多分その二漕ぎがない分波に置いてかれたりとか、まあ、逆に二漕ぎしようと刺さってしまったり、そう、だからそこら辺の加減が一番難しいのと、やっぱり行く回数が限られてるから経験値も低いから余計にそういうことが難しくなってくる。でもたくさん波に乗りたい、波に乗らんとうまくはならない、もうずっとこれのループに入ってますよね。なんとかそれを工夫した板を作ってもらってるんやけど、なかなか 100% やっぱり実力がないからそこへなかなか行かない。まあ、永久にそのテイクオフは課題やと思ってます。まあほんま板は大事と、うん、板は大事、板はめちゃめちゃ大事で、もう特に行かない人にとってはもう板によって全部変わってくるから、たまにやるサーフィンがやっぱりあのテイクオフできないと何しに行ってるか分かんないんで、うん、その板によってテイクオフがたくさんできる、パドル量が少なかってもテイクオフがたくさんできるっていうのが夢ですよね。まあこのサーフボードについてなんですけども、テールは動かせるように絞ってます。でも真ん中の幅は結構広めで、真ん中の幅は広いんですけども、ノーズとテールが絞ってるので結構全体的には細く見えるかなと。ロッカーは真ん中の方は結構ストレート気味なんですけど、ノーズはしっかりとつけて刺さらないように。60歳なんでパドルが弱いと溺れてる波とか刺さりやすいので、そこを工夫してより一本でも多くの波を乗れるようにしています。こういう風に見るとテールがやっぱり絞ってますね。でも真ん中のワイドはしっかりやるので、テールのワイドを狭くすることによって動かしやすく踏みやすくしています。ターンも、まあ、しっかりターンできるように板がでかい分、こういう風に見ると板がすごい細く見えるんですけども、すごい幅がある板で、まあ、ノーズもこういう風に絞ってますんで、そういう風に見えてしまいます。まあ、ボトムなんですけど、ボトムのコンケーブダブルコンケーブル入れていて、小波ではもうすごくターンをしやすいように動かせるように工夫しています。まあこの辺のコンケーブル結構フラットで、そしてノーズにかけて少しコンケーブルが入っています。ちょっと映像では見にくいんですけども、少し見えますかね。この辺がね、ノーズにかけて入っていっています。テイクオフなんですけども、やっぱりパドルが力ないので、スピード出るように浮力を上げて、このスピード見てください。この軽い波でも素早く立てる。板も軽いところで走っていきますね。こういう風に漕いでいって、ちょっと早く前で漕いでしまった時に刺さりそうと思うんですけども、これは刺さらないように工夫してるので、ここは長く。まあ今回こんな感じでしたけども、また皆さんからリクエストあればどしどしとコメント DM ください。前も前回もメールいっぱいいただいたので、それにアンサーできるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。